真田圭一は、将棋騎士。騎士番号は202。千葉県八千代市出身。松田茂役九段門下。竜王戦一組、通算四期。奨励会三段リーグで、初参加から12勝6敗の好成績を2回、続けたが商談に届かず、3回目に13勝5敗で1位の成績を上げて、1992年4月に19歳で、プロ入りをする。 初参加の竜王戦で6組優勝し、5組へ昇級。この時、すでにタイトル経験者であった、ゴーダマサタカを破っている。さらに、本戦でも、井上啓太、大内信行を破る活躍を見せ、準々決勝で、佐藤康光六段に敗れる。第52基準以前 C 級2組において9勝1敗で1位の成績を上げ、C 級1組へ昇級。 団位は5段となる。第7期竜王戦5組で敗者復活から3位となり2期連続昇級で4組へ昇級。第10期竜王戦で郷田鈴木大輔らを破り4組優勝。本戦でも破竹の勢いで安倍隆、塚田康明、千崎学を破って勝ち上がり、屋敷信行棋聖と挑戦者決定3番勝負を戦う。これを二勝一敗で制して、 谷川浩二竜王への挑戦権を得る。これにより、段位は六段となった。邪髪の挑戦者として、話題となった。七番勝負は0から4で敗退したものの、一気に一組へ飛び昇級した。なお、第一局の五十五手目に、谷川の角を移動させるために、敵陣の一段目に打った四一金は、常識破りの手として、論議を呼んだ。第十四期王位戦でリーグリ。 森内俊之らに勝利するが、リーグ残留はならず、一車党であり、矢倉、角代わりの将棋が多い。時々、振り飛車も指す。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。第25回新人賞。ありがとうございます。